で、大きく表現しろというね、うん、お尻があるわけになる。でも手首かいですが、全身見られてると思って、だから足が。そうなんですよね。そうなんですよ。で、こういうオーバーリアクションをやってるとね、ちょっと恥ずかしいからやめてってよく言われるんですけど、ね。見てる方がね。そうですね。まあ、気にしないで。はい、まあ、ということで、7月10日、渋谷のマンセということで、ね、アフォーさんでワンマンライブをね、させていただきます。はい、いや、ありがたいですね。まあ、平日なんですが、あとチケットも数枚残ってますし、配信でも見ていただけます。土平日やよ。土平日よ。ほんまにね。笹子さんも土平日やったんでね。あ、そうでしたっけ。うん、そうなんよ。ね、3月31日何曜日やったあ、今年のな。次の。うん、いや、今年のや。今年。次のはええでよ。で俺も水曜日やってん、今年は。あ、今年終わってるからさ。全平日やったよね。うん。ああ、なるほどな。ちなみに来年の3月31日も。ええねんって、お前。木曜日。あ、お疲れ。笹子さんの6月29日も水曜日。あ、お疲れ。渋谷の7月14日も木曜日。お疲れ。全員ダメだ。全員ダメだ。ちょっと XX 全員ちょっとこう、なかなか土日に誕生日がないタイプの。ど真ん中だ。はい。ただ、来年の結成記念日、8月20日が、はい、土曜日。なんかしくるこうだ。なんかしくるこうだ。日曜日やったらなんか良かったけど。日曜とか土曜日でね。しかも今年の結成記念日は金曜日。今年ないわ。ちょっと、はい、土日、まあ、わかんないよ。逆に平日にバースデーワンマンしといて、土日はもしかしたらね、最近映画のタイプも決まりましたし、また今後大きいタイプが決まって、土日はちょっとそう大きいなんかイベントことがあって、で平日にワンマンでバースデーさせてもらうっていう。あればいいね。あるように頑張ります。ね、はい、楽しみにしておいてもらえたらなと思います。昨日の海のごときも前に濁って持ってるからさ。もう手探りやん。もう目ゴーグルしてるけど前見えへんから、もう一応ゴーグルしてんだけど目つぶりながら泳いでるのと一緒みたいなね、うん、感じだと思う。でこうパーンって当たったのこれなんじゃないないうとこ掴んでみたら、え、なんだこれってなるんですよ、うん、ちょっと分かりにくい表現な、うん、配信してる人は何のこと言うのか分かりにくいな、うん、ね、はい、さあということで、まあ明日が誕生日なのでエクセスの曲ですが、誕生日の曲を聴いてください。今日は君の誕生日、また今年も君を祝える幸せな一日。ハッピーバースデー君に届け、君のために送るよ。
誕生日です。今日誕生日ですよ。君と